神殿作りにおける、母屋、オレンジ部分、藤田明治復元図より、作成母屋、母屋とは、屋敷内の中心となる、建物神殿作りなどの建物で、老、日差しに対して、家屋の中央部分を表す建築用語。この二つの意味に、文家や支点に対して、本家や本店の意味がある。また、隠語として警察が、本所、本部、本庁を言う。さらに、 建築部材の一名称でもある。本校は日本建築で使われる空間名称、または小屋組の構造部材の一つについて説明する。母屋はもともと母屋と読み、久し、孫久しの大義語であったが、神殿作りの建物が作られなくなると、読みと意味を変えている。それには、平安時代後半から屋根を支持する天井より上の構造と、 屋内を形作る天井より下の構造とを分離させた日本独自の建築技術が発達したことが大きく関わっている。これによって用途や機能に応じた部屋が屋内に自在に配置されるようになり、母屋の差し示す対象が大きく変化したと考えられている。中世以前の日本建築で使われる空間名称。神殿作りなどで家屋の主体になる部分。 ひさしに対する後、御しとも書く。御しの外側を、入りと呼ぶこともある。建物の中心であるおもやに対し、その周囲を取り巻く空間は、ひさしと呼び、ひさしは、おもやより一段低い空間とされた。儀式の際には、身分の上位者だけがおもやに座るなど、用途も区別されていた。これには、三角形の屋根を乗せる。 古墳時代以来の古代建築のあり方に強く制約されていた。中世以降の日本建築で使われる空間名称。屋敷にある建物のうち、家族が普段住居として生活する空間で、離れや、なや、蔵、外便所など、付属屋に対する子、おもや、本屋。C、おもやおもやは、木造建築、鉄骨構造の小屋組部材の名称。 一般住宅のほとんどの場合、約 90mm 四方の杉の角材であることが、多く異常の目的で丸材を用いることもある。在来工法では、小屋張りの上に、約 900mm 間隔で小屋束を立てその上に、上げられる。切り妻屋根や入りも屋の妻側に突出させたおも屋を、花おも屋といい、部材自体を化粧材としたり、漆喰やモルタルなどで塗り込めるかまたは、 ハフバンで隠したり木口に板金を被せるものもある。ありがとうございます。